信長は戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を完膚なきまでに打ち破った。だがここへ来て反信長の動きが再燃する。毛利家、雑賀衆らが上杉謙信を名手に仰ぎ結託すると、再び信長包囲網を敷いた。謙信は上洛すべく精進し、能登畠山家の七尾城に侵攻。畠山家は対上杉で共同戦線を張る織田に援軍を求めた。信玄亡き今、上杉謙信こそが信長の脅威であった。もはや決戦は避けられない。北陸方面を担う柴田勝家の軍団を先発させると、自らも出陣に備えた。第5話、瀬取川の戦い。霜は軍営に満ちて周期清し、通行の方月三光、越山合わせ得たり濃州の敬さも現れ、華僑遠征を思う。霜が陣中に降りて、すがすがしい秋の気配。夜を狩りの群れが過ぎ、月は更けていく。越州の山に能登の景色を合わせ見ていると、故郷遠征を患うことすら忘れてしまいそう。剣士、見事な詩ですね。それに、ずいぶんこれから魔王信長の手先と戦おうという。宿敵なき今、剣士に敵なし。すでに勝利は見えております。闘争の鐘は鳴れり、剣心が水をせき止めやがった。橋が水没して身動きが取れねえ。臆して戦え、利家。己が力を信じ、敵を追い払え。分断した敵を確固撃破せよ。どう？
気迫で進む。どうなもんじゃ。あの席を破壊すれば水が引く。さすれば橋も使えよう。おじき、早いとこ上杉倒して七尾城で側の畑屋を押すような。だが、この上杉の瞬間の戦、この背後にて異常があるようには思えぬ。心配すぎだぜおじき。そんなに早く七尾城が落ちるわけないだろう。うん、杞憂であれば良いな。ここでやったが100年目よ。なんて強さだ。
敵になろうぞ。この格で進む。鬼五郎座の戦ぶり見事よな。鬼柴田に褒められるとは光栄よ。我ら家老の力で武神を打ち破ろうぞ。先にさらなる地獄を地層してくれよ。うちにいる将が危うい。
救援せねば。同期、席が破壊されましたが、可愛い剣心のため、ここは死守せねば。この気迫で進む。剣心を撃破して引くか。勝利条件変更。教え、どう、どう、退却の支度をせい。どう、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 見送るはずがねえ。どう、どう、なんかして奴らを引かせないと。けどそんなことできんのか、この状況で。進むも地獄、吐くも地獄。どどどど、鬼柴田にふさわしき舞台となったわ。デーモン、自ら地獄への道を開いた。西砦の北に壊れた橋がある。どうどう、東城の剣心の肉薄戦。どう、この気迫で進む。どう、やってくれるな。ドンドンドン、
さだ。見事、我らも続かねば。攻め立てい。一旦ドン。ハッハッドンドンハッハッドンハッハッ
見事な武働きを。死にたがりどもかかってまいれ。どう
おう、見事な働きだったな。鬼柴田の軍の魂ってな、この戦いぶりだな。越後の竜のアギトを逃れられたも、ワヌシの影よ。近頃あなたの評判をよく聞きます。信長様も期待を寄せられているご様子。この先戦はさらに激しくなります。一層精進なされるよう。ではこれにて。何か。ああ、それはありがとうございます。実は先ほど立ち寄った神社でおみくじを引いたのです。今日でした。これで心配ないと。え、そうですね。ありがとうございました。しかしいないでした。あなたはもっと冷淡で横柄な方。私の思い込みだったのですね。あなたの活躍ぶりにどこか焦りを感じていたのかもしれません。では失礼します。
ございました。苛烈に時代を塗り替える信長だが、旧勢力の反発は根強く、反乱は絶えることがない。その主力となっているのが鉄砲傭兵集団雑賀衆。さらには海路を使って彼らに兵糧や武器を援助する毛利家である。信長は両勢力の連携を断つべく、彼らの補給路にあたる大阪湾に精鋭を派遣。信長と同盟していた土佐の長宗我部元親、鉄鋼船を操る久木義孝もこれに従った。第6話、木津川口の戦い。謙信公が亡くなってしまうだなんて、なんという番狂わせだ。照元は年寄りを働かせすぎだよ。死んだことになってる私まで働かせて。それに謙信公はお酒を飲みすぎてたからね。照元も飲みすぎないようにしないとね。おこごとどころじゃないですよ、大殿。上杉は後目争いで織田に攻勢がかけられない。北条も上杉の後目騒動で織田についたし、織田包囲網の東側は実質無力化した。信長公による毛利家をはじめとする西国討伐が本格化してくるだろうね。それにしても信長公の手並みは鮮やかだよ。松永久秀を謀反させて後輩をついたら、目の前の上杉を無視して松永から討伐。播磨幹城を毛利に寝返らせたら、光月城の雨子を見捨ててそっちに集中。荒木村重を反乱させて摂津奪取を狙えば、確実に切り崩して被害を最小限に抑える。果断即決、まさに英雄と言えるだろうね。講義はまた後でお願いします、大殿。我ら信長公が死んでくれるのを祈るしかないけど、今はとにかく大阪湾の制海権を守ることだね。荒木村重の有岡城、三木城、紀伊の雑賀衆、摂津の一騎衆との重要な補給連絡路だ。逆に言えば信長公もそこを承知してるから放っておいてはくれないだろうけど。大殿、久喜義孝をはじめ羽柴秀吉ら織田の軍勢が木津川口に。ま、やるしかないってことだね。
も負けられぬ。水軍がなくばどうにもならん。クキ殿がやられんように気をつけた。会場の道は封鎖した。逃げ場はないぞ。覚悟せよ。行くぞ撃破。
敵の先陣は崩れたが、慎重に進むぞ。なんせ相手は暴将元就の軍勢じゃからの。元就の読み通りだぜ。織田軍を蜂の巣にしてやれ。さすが元就、きっちり次の手を用意したんだな。天下不武のためにも大阪湾を取り戻せや。なあ光秀殿。どうした、最近様子がおかしいの。大丈夫です。信長様の天下のため頑張りましょう。将たち、そして最下衆、この戦闘は簡単には取れないよ。どう
兵を伏せろ。先行して合流。一気に本陣を突くぞ。救援攻。あっちゃ、これ読みを誤ったかな。信長様に従い、アマトの戦に参加してきました。しかし、私は最近思うのです。私が進んだ道は、そしてこれから進む道は正しいのか。お前は自分の意志で道を選んでいる。迷う。だから怯え。自分の意志で進むことを終わらせる。やるな。我らも負けられぬ。この気迫で進む。見事な武働きよ。敵将撃ち取ったり。よっしゃ。戦救援攻。わはー、やる。ちまえ。だんだん狩り、きっちり返しに来たぜ。
衆、今こそ姿を現せ。力を合わせて織田を袋叩きにするんだ。今日退治して確信したよ。こんな強力な軍勢にかなう大名はいないね。このままなすすべもなく、天下は信長のもんになっちまうのか。それとこれとは話は別だ。むしろ私はその反対と見てるんだね。アリの一血が強大な堤防も壊す。私にはその亀裂が見えたよ、はっきりとね。大阪を制すれば次は毛利討伐、残るは東北に北陸、関東、九州じゃ。半兵衛、調子があまり良くないんじゃろ。もう天下は決まった、無理せず養生せ。どうぞご心配なく、陣中で死ねたら本望ですから。それに寝て暮らせるようになればいくらでも養生できますし。敵将撃破。さて、仕事は来てしい果たすぜ。これは来てしい。敵将、撃ち取ったり。見事な武働きを。長の天下が狂ってのかよ。俺は認めねえ。対処せよ、道は必ず開ける。助けてくれて。相手に不足なし。その武働きを。孫一殿、お役に立てずすまない。ようやった、見事なもんじゃ。敵将撃破。冷静に対処せよ、道は必ず開ける。助けられたのは事実。いざ歴史上の戦をしようか。
静に対処せよ。道は必ず開ける。敵将撃ち取ったり。ドン。これで大阪湾は織田が制海権を得、有岡、三木、丹原、近畿の戦いも有利に進む。見事な働きであった。信長も喜んでいる。官兵衛殿は戦で活躍するのに野心は皆無の君のこと、とっても好きみたい。よかったね。あくまで仮にだけど、元就公の人物を見るに、いっそ西国を預けるって手もあるんじゃない？世に必要なのは一人の強者の意志、その力。その他の意志は全て世の火種、害悪だ。まあ確かにそうだよね。でもそもそも人の意志ってさ、一人でね生まれるわけじゃないじゃない。誰かとの関わりがあって生まれるわけでさ。でしょ、光秀殿。で、その誰かとの関係が強ければ強いほど、その力はどこまでも強くなる。たとえその誰かと刃を交えることになったとしてもね。ああ、あなたでしたか。少し風に当たりたくて、あまりに月が綺麗なので。この通り。本当に何でも。実を言うと少し酒に酔いました。下戸なもので。
百も承知です。ですがどうしても断れずに。さあ、あなたはもう行ってください。私は大丈夫です。あなたの手を煩わすことなど。あ、ですがもしご迷惑でなければ水を汲んできていただけませんか。かたじけない。おかげでだいぶ良くなりました。ここにおったか。大殿がお怒りぞ。いけない、急いで席に戻らなければ。こんな姿をあなたに見られるとは、ますます酒が嫌いになりそうだ。